で流すチャンネルでしょ。いやもうそんな感じ、編集あんまりしないでしょ。そうそうですね、ねまあ大体もこんな感じなんで、そうですね。ちょっと野球の話を、じゃあ野球やったの知ってる。知ってはもちろんですよ、もちろんです。はい、まあ、僕がね、デブさんと一度だけ対戦して三振してね、三振でバットを放り投げたのは、ね、それはもうね、デブさんとの、ね、対戦1回だけ覚えてるっていう形なんですけど、でもライブ空振りしてた、ちゃんと空振りです、はい、欲りはダメだよ空振りです、ちゃんと空振りしてましたえ、でもライオンズは何年いらっしゃったの。7年弱。あ、では途中だ、途中トレードだから。でも途中トレードって、まあ、僕はシーズン終わってですけど、どうですか、嬉しいものなんですか。あのさ、はい、俺ね、トレード出たくてしょうがなかったの。あ、そうだ、でもまずなんでトレードになったの。まあ、ライオンズ側が、ジャイアンツ側が動いたから。ジャイアンツ側。あ、はい。あのね、聞くところによる話じゃん、トレードって。まあそうですね、はい。聞くところによりますと、はい、まあ俺はその何年も前から、7年目とかもう、この4年目か5年目ぐらいから、根本さんって管理部長に、あ、根本さん。茨城の先輩だから、はい、みんな親父って呼ぶんだけど、はい、一回も褒められたことないの、親父に。本当に星野さんと中村武史ぐらいなの。うん、関係なわけ、はいはい、怖いんだよ、ハマキスでなんかこんなハットで斜めに来る人いるか、野球するの。いや、いない。マフラーしていないですね、ハマキの匂いで分かんだから、親父した、はい、親父でまあその親父に同居ってのもあるし、とりあえず出してくださいっつって、まあ、なんでかっていうと、はいはい、1年目はサードやらされたのね。サードキャッチャーだ、俺はキャッチャーしかやったことないの。そうですね、はい。でもその俺を取ったのはファーストか片平さんってベテランだったから、あ、その後釜に育てようってサードやらしたらしいの、はい。で翌年清原さんが入ってたわけ。清原さんが、はい、清原さん入ってきましたね。キャッチャー伊藤さんがいんの。伊藤さん、はい、ね、はい、いる必要ないでしょ。サード秋山さんがいたの、その当時。あ、ショート石毛さん、はい、セカンド辻さん、はい、どこ出んの、ないよ。ないですね。ね、で、はい、まあ、DH はスティーブ・オンティベロス、その頃ね、はい、1年目がスティーブって言った。あ、スティーブ、はい、スティーブ知ってます、はい、うん、スティーブとかテリーは知ってます。テリーはその前なの。テリーが辞めて俺が45もらったの。あ、そうなんですね、はい。まあ、そんなとこ入るとこないじゃん、はい。でアメリカ留学なったわけ、はい。ワンシーズン1年行かれたの、2年ぐらい1年行ったの。1年行って、はい、1年だけワンシーズンと、あと教育リーグ、はい、あ、教育リーグ、はい、アストロズに入ったの。お、はい、うん、まあ、それでももちろんうだつは上がらず、ただ3年目は背番号も12にしろって言われて、45から、はい、まあ、まあなんか出世じゃないけど、まあだからかっこいいじゃん、ちっちゃい番号 でも、はい、ちょっと鍋ちゃんも41だったし、はい、工藤さんも47だし、トマシノさんも40から変えないって言ってたの、はい、言ったらトマシノさん4になったら、なんてかけてんだよ、はいはいはい、40番とカルテットみたいな、はい、仲良かったからみんな、はいはいはい、今一人若干仲良くないんだけど、まあいいからまあそれで、はい、そういう こう歴史をこうライオンズで刻んでいくんだけど、俺だけ、はい、出れないわけじゃん、試合に。そうですね、ね、はい。で遠征に行くたび、鍋ちゃんは入れちゃいけないクーラーを入れてるわけよ、部屋に、寮で一人だけ、はい。と俺は鍋ちゃんの部屋で寝てるわけよ、はい、クーラーがあるから。若獅子寮の、ああそう、平屋の若獅子寮ですね、当時は。しかもあの免許も不携帯になっちゃうんだよね、その取り上げられてる寮長に、はい、ああなるほど、運転はダメだよ。車を買うときだけはなんとか、はい、その持っちゃいけないんだけど、実家で買うとか、はい、あ、なるほど、名目では貸してくれるの、はいはい、乗ることはできない通常はね、はい。で、まあ、買いに行くときだけ免許をうまく借りて、はい、鍋ちゃんと、はい、鍋ちゃん2年目で、俺1年目で広本って言われてたから、アメリカ行ってデーブだから2年目に、はい、広本さんちょっと車見に行こうぜなんて言って、はい、見に行ったの、はい、鍋ちゃん免許持って車も乗ってたの、はい、内緒で内緒で来たちやって、そこの駐車場に置いてさ、みんな、はい、行ったらさ、俺やっぱベンツとか BM がいいよなって言って、はい、現金で買った話。現金で、現金で束持って、持って、これでいいよな、ナンバーついてるから、この乗ろうぜって、はい、すぐ保険入れて乗って帰るみたいで、乗って帰ったんですか。帰った、いや整備してもらったけど、あ、はい、そんな勢いなわけよ。そうそうですね、即決するわけ。そう、はいはい、あ、自分ですごいなって思うわけじゃん、はい、でも俺だけはもうアメリカで今年行くしさ、はい、何の無駄つまがんなかったから、はい、まあ、3年目だけは1軍に1年いたんだけど、はい、まあ、その頃あのね、ブコビッチって外人が調子悪くて、ブコビッチ、はい、知ってます、はい、で秋山、清原、大久保っていうクリーンアップが何試合かあんの、はい、チャンス来たなと思って、はい、あっと思ったら門限見つかってじゃあここからっていう時に母ちゃんに電話した。母ちゃん来年は1億だとかわけわかんないき、はい、年俸上がるぞなって何試合ここに門限見つかって降格ですよ、はい、降格、2軍降格、まあ、2軍はいかなかったけど、あ、はい、出番が立場分かったのかって、はい、そんな分かってないからやったんだけど、はい、立場はなんかレギュラーに立場、まあ、そういうこともありつつ、はい、4年目から出れないから、はい、まあ、
トレード出してくださいって言ったんだけど、はい、まあ、バンタム親父にそんな一会社員がな、はい、どっかで行きたいって言ったって行かしてたら成り立たねえんだって、はい、そうですね、はい、僕もそうでしたけどね。そうですね。お前がいい上で投げてる、はい、ファームだけなんだ俺全然、はい、まあ、出してくれる様子もなかったんだけど、はい、まあ、巨人と西武戦ってドル箱なんだよな、ファームで。はい、正直、はい、だから巨人主催の試合に西武がついてくし、はい、西武主催に巨人がいくし、はい、感じでこう持ちつ持たれつで遠征するわけ、はい、で熊本も行ったの、九州シリーズって。熊本、はい、よく聞きます、ね、唐津と、はいはい、で俺久留米のディスコで大怪我してまだ傷なんだディスコで、ね、日本当時はディスコですね、ディスコで、ディスコですね、マハラジャとかキング&クイーンとかそんなでしょ梅田のな、はいはい踊れて、はい、まあそれで、はい、それ芸は磨いてたから芸はね、はい、セクシャルバイオレットナンバーワンとかね、はい、でまあそういうのもありつつ、はい、まあ、7年目の途中トレードですよ、はい、来ましたねこれ運気が。そうですよね。でデブさん、ジャイアンツ、もともとジャイアンツ、まあ、何度質問したの俺に。いや、とりあえず、なんで行きたかったのかとか、ね、まずは試合出れないから出たい、あ、それで、はい、トレードしたかったけど、はい、してくれないと思ってたら、はい、その九州シリーズの2軍の試合で終わって帰ったら、はい、家にいたら、はい、電話が鳴って、はい、女房出たのか、誰出たのか、出て、はい、電話変わったの、はい、そしたら、トレードの話あるからすぐ来いって言われて、小、はい、島さんって人が編成にいたんで、はい、ブスさんに呼ばれて、はい、俺、椿峰ニュータウンつってさ、はい、すげえ近いとこ住んでたの、はい、今度さ、西武球場もさ、はい、寮あるでしょ。あ、はい、あります、はい、してます、あの壁際に、はい、寝返り打たないけど、壁際に寝返り打たないけど、はい、あそこから、はい、坂下るの、ぐーっと下ってくるのね、はい、右にこうすると西武球場が右側に見えてくるんだけど、はいはいはい、そこからシーマだけど、あの 高橋の交差点ってあるの、5サロ、はい、1、2、4サロか、はい、結構遠いんだよ、はい、1回も焦がずに行けるからね、自転車自転車ね、ということですね2キロくらい、はい、今度やってみて。わかりました。それ野田光介っての教えてくれたの。あ、野田光介、はいはいはい、はい、結構最初ね、光介だったから、はい、2キロ2キロまで焦がなくていける、ね、まあそういうの待ってて、両方の時もあって、両方の時もさ、はい、まあ、今日が入ってたじゃん、今日は、はい、まあ、車みんな内緒で置くわけよ、はい、あと散歩って駐車場に、はいはいはい、置くわけ、はいはい、今日もまあベンツ買ってあいつすぐ、はいはい、ハローベンツかーなんて、はい、だから清高は一軍の部屋なわけよ、ちょっとグランド側なの、中庭があって、あ、はい、我々ファーム組は、はい、向こうの道路側なんですね、はい、なんか広さとか違うの、同じなの、はい、だからうるせえかうるさくない、本当にうるさいの、あ、道路側はブンブン、まあ、意外にはその交通量はありますもんね、はい、ナイター終了後とかね、ほんで、はい、外出るときは俺のとこ部屋をこう先輩とか誰か通ってくから、1年目のとこが出入り口になるわけ、ドロドロだよな、雨なんて、はいはい、みんなドロドロの靴が入ってくるんだ、はい、そうですね、で、まあ、清が帰ってきた、はい、びっしょびしょで、傘もささずに、どっしゃべる、はい、どうしたお前って言って、はい、先輩、エンジンかかんないんですよ、はい、まあ、ベントじゃないのか、かかんない、はい、しか見てもらって、俺、車屋じゃねえよ、清原さんが車見てくれてて、さんに。前じゃねえ、俺時計屋だお前実家時計屋だ、はいはいはい、これで見に行って、はい、ほらかかんないでしょっつって、はい、見たらドライブに入ってそうです、一生かかんない、かかんないですね、パーキングになってないでそれでそれでも解決したわけですか、そう、でももう今日いいですみたいななるほど、まあそういうような寮生活だったね、はい、でまあまあ、はい、そうやりながら試合出たいじゃない、まあそうですね、はい、で直談判したんだけど、はい、まあ親父にもバカ言ってんなーなんて怒られてたんだけど、はい、俺ね6年目の元日に決めたことがあって、はい、大洗の海って結構こう日の出で有名なのね、うちの実家の海が、はい、でその海を見ながら、海で日の出を見ながらさ、嘘をつくのやめよう、はい、人のせいにするのやめよう、はい、言い訳するのやめよう、はい、決めた、はい、森監督が俺を使ってくんないから俺はこんな生活をしてんだとやめようやめようと簡単に俺が一番下手だと思って練習しようみたいな、ああなるほど、はい、やったら、まあ、1年大した成績やってないよね、ほぼ2軍なんだけど、はいはい、7年目もそれを誓ったの、はい、で7年目の5月にトレードだ、うんうんうん、でうちの、 あの教育方針、嘘つかない、言い訳しない、人のせいにしない、はいはい、その人をかばう嘘はいいっていう、ああそうですね、それを心に決めたら
いい方向に進んだわけですね。それでトレードになってからは、はい、まあ、びっくりするぐらい生活が変わるよな。メジャーリーガー、日本のプロ野球選手も使っておるこう計測器、ラプソードをですね、球児たち、これからの球児たちにですね、いろんなものを計測、そして彼らの成長につながればいいかなという活動もやってまいりたいと思いますので、前田も指導に行ったり、鳥を測って、こういうことが勉強になるよ、こういうふうにしたらもっといいよというようなことがね、できるかなと思いますので、ぜひそちらの方もですね、待っていますので、ラプソード計測、やってみませんか。